こんにちは、沢井です。本日はこちら二条駅にやってまいりました。京都にある二条駅ですね。お、すでに懐かしい前髪なしの沢井です。そして向かったのはこちら、京評価つららさんです。早速中へ入っていきたいと思います。店内はこのような感じ。テーブル席もたくさんあって、カウンター席もございます。お店が結構広めなので、たくさんお客さんが入れるお店となっております。ですが6月から9月の間は繁忙期となりますので、かき氷をご提供30分でお席を空けていただくようお願いしております。中学生以上の方はワンオーダー制となっております。メニューはこちら。まずはかき氷の上手な食べ方も載っております。トッピングもいろいろ追加できます。お気づきの方いらっしゃるかと思うんですが、前回の動画がハロウィンだったので、こちらもハロウィンの時期でございます。大阪の後に京都にやってまいりました。なのでね、ハロウィンメニューが結構多いんですが、他にもいろいろと思ってた以上にメニューが多くて、私もびっくりしました。この辺りからが定番になるのかな、抹茶など、いろいろ美味しそうなメニューが盛りだくさんでございます。あったかいお茶も出してくださいます。来ました、かきお豆腐クリーム。罪悪感ゼロかき氷と書いてありました。お豆腐クリームがね、ドドンと上に乗っていて、こちらのオレンジ色のが柿と柿のソース、柿と柿のソースになっております。いただきます。柿柿柿柿、お豆腐クリームがとっても濃厚で、お豆腐を感じるのにしっかりクリーム、甘さもあるんだけど、柿とのバランスがすごくいいんですよね。私の顔を見ていただければわかるでしょうとっても美味しかったです。京評価つららさんは先ほども言いましたが、京都二条駅にございますが、電車二条駅からは徒歩10分となっております。ただバスではもっと近いバス停もあるので、地図で調べて行ってみてください。定休日は火曜日となっております。11時から19時、18時半ラストオーダーとなっております。この上に乗っているのが豆腐クリームなんですけど、その上にピントがね、スプーンの方に合ってないんだけど、こちらが胡椒がかかっております。なのでお豆腐なんだけど、アクセントがピリッと効いてて、でもそんなに強くもないので程よいアクセント。この果肉も乗っているので嬉しいですね。甘さ、そのアクセントの入れ方、あと濃厚さとかがやっぱり難しいなと思う中で、とっても私好みのかき氷でした。柿がね、とろとろで美味しかったです。ごちそうさまでした。グッズの T シャツ可愛いですよね。あったかいお茶で一息つきながら2杯目、抹茶マスカルポーネ。ふわふわのクリームですね。きれい。お抹茶の色がとても素敵。いただきます。クリームはふわふわですね。先ほどの豆腐クリームとはまた違った、もっとホイップな軽い口当たりです。
で、この抹茶の程よい渋みとクリームのふわっと口どけときな粉の香りがもう絶妙なバランスでとっても美味しかったです。実は私、抹茶は正直あまり食べないんですよね。あっても紅茶系とかそういうのを優先的に食べちゃうんですけど、でもせっかく京都に来たので京都といえばお抹茶と思ってお抹茶のかき氷にしました。抹茶マスカルポーネ、メニューには本気のって書いてありました。とっても濃厚なお抹茶とクリームとのバランスがとっても美味しかったです。そして中にはこのクリーム、こちらはね、上に乗ってるのより濃厚な気がしたんだよな。上のはミルクエスプーマだったんだ、だからふわふわなんですね、エスプーマだから。で、中にはマスカルクリームが入っております。で、白い周りにかかっているのもマスカルポーネシロップとなっているので、ちょっとお抹茶そのままいただくよりはマイルドな感じ でとっても美味しかったです。で、中にはヘタッピですね、なかなか取れません。こちらプルプルですね、わらび餅が入っておりました。高評価つららさんは、予約は2週間前よりウェブのみ可能でございます。でも予約なしでも入ることができるので、予約フォーム見て着く時間とかが定かじゃない場合はそのまま飛び込みでも OK な感じですね。もちろん季節によって混雑状況変わってくるのでお気をつけて行ってください。つららさんは東京でも催事もやったりしていて、つららさんのかき氷は食べたことあるんですが、お店に来たのは初めてだったのでとっても嬉しかったです。メニューもたくさんあってすっごく迷ったんですが、今回はこの2つにしました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。なんと今月2月29日から3月5日まで東武百貨店池袋店さんでつららさん催事行きます。よかったら皆さん行ってみてくださいね。詳しくはお店のインスタグラムをチェックしてくださいね。京都の街並みとっても素敵ですね。久しぶりの京都楽しかったな。また撮影でも京都行きたいな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。笑顔あふれる素敵な毎日をお過ごしください。まったね。次は何食べよっかな。